ここまでこのマシンが 90% 以上の走りなんだけど、それについてどう思いますか。まあ、できるだけでもいいよ。戦うよりもいい。いや、彼は思う。これに全然。メッシも本気ですね。はい。さあ、いよいよ対戦です。ここでルールをご説明いたします。メッシ VS コージ君、PK3 本勝負です。阻止率 90% のコージ君から一度でも決めればメッシの勝利。3本全て防ぎ切ればコージ君の勝利となります。全く展開が読めませんね。楽しみです。さあ、勝負はたったの3本。1本目。果たしてどこを狙ってくるんでしょうか。あー、シリアメテーション下福田さん、下と言いました。どっちの下なのか、あるいはどんなボールか。まあ、どちらにしてもですね、速くて強いボールを蹴ってくるんじゃないですかね。なるほど。さあ、いよいよ始まります。人類 VS ロボット頂上決戦、真の最強が今宵決まります。15ボール1本目。いや、メッシはコージ君が自分のこのシュートのスピードについてきたということに驚いてるんですね。これ確かにものすごいシュートでした。すごい、はい、さあ、この世界最高、左足から放たれたシュートはゴールの右隅へ。なんとこれ、カメラがシュートのスピードに追いつけない。いやー、すごいですよ。何色出てるんですかね。速いシュートなのにしっかりと抑え効かせましたし、これはポストに当たっているんですね。ポストか。わずかにポストという弾丸シュートでした。当たったボールが弾け飛ぶ。恐るべしこのシュートスピード、なんと126キロが出ました。いやー、これ歴代最速じゃないですかね。今までの挑戦者を上回る1本目のスピード、ランキングトップに躍り出ました。しかしメッシもですね、コージ君のこの動きの速さ認めてますよ。予想以上にコージ君の動きが速かったのかもしれませんね。2本目がどうなるか楽しみです。バロンドール4年連続受賞、クライフ、プラティニ、ロナウジーニョ、偉大なるプレイヤーを超え伝説となったこのメッシ、150年の近代サッカーの歴史を塗り替え続ける奇跡の男です。もはや人間じゃないと思います。神ですよ、神。神、はい、そのまさに神、伝説の男メッシ、次はどこを狙ってくるのか。私らカンビよ、あれはジラや。メッシのエゴス教えてくれませんね。ロボットであるコージ君には聞こえないはずなんですが、どんな状況、どんな相手でも 120% で挑む、こういうところが世界ナンバーワンのゆえんなのかもしれませんね。この表情ですね。メッシ、さあ2球目。2球続けてポストに嫌われました。もうちょい下やったら入ってたわ。メッシ得意のスピードボール、今度は左のポストに直撃しました。いやー、あとボール半個分ですよ。ギリギリです。はい、さあ、そしてこのボール計測出ました、132キロ。本代表の選手と比べてももうズバ抜けています。こんなに違うんですか。いやー、メッシは特別ですね。このキックパッドを見てください、はい、メッシは蹴った後飛び跳ねるように前に移動してますよね。これ軸足を浮かせることで体を前へ送り出して、通常よりもボールに体重を乗せてスピードを出しているんですよ。なるほど。コントロール重視の中村俊輔選手なんかとはだいぶ違いますね。あ、そうですね。ちなみにこちらが中村俊輔選手のフリーキック。軸足で地面をしっかり捉えて安定させている。これだと精度は増すが体重は乗らないのでスピードは出ない。比べると一長一短、体重を乗せると速さは増すが精度が不安定になるのである。スピードを維持しながら抜群のコントロールも操るという。恐るべしメッシ、さあ、いよいよ残りは1本です。人類最強 VS 最強ロボット、
ラスト1球となりました。これを決めなければメッシは負けます。決めてほしいですね。ですよね。その大事な大事なラストの1球、どこを狙ってくるのか。メモバイロン、なんと2球目と同じ左上と宣言しましたね。メッシはボール1個分のズレを修正することができるんでしょうかね。メッシにとって過去のサッカー人生において1日で3回 PK を外した経験などはないはずです。過去5年で2回しか外してませんからね、はい、相手がロボットとはいえ同じ相手に3度負けることは許されないはず。いけ、コージ君。このままメッシはコージ君に敗れてしまうのか。メッシ、最後の1球です。チャンスは残り1球。この後、奇跡のシュート必見です。そしてこのままメッシはコージ君に敗れてしまうのか。メッシ、最後の1球です。決めま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 す。90% のコージ君から2球連続でのゴールを狙います。本当にやってしまうんでしょうか。どうなるか全然読めませんね。メッシ、怖いくらいの集中力、今までと目が違いますね。ガラッと変わりましたね。コージ君も準備万端、すでにゴールの動きにもついていってます。万全の体勢で迎え撃つコージ君、対するメッシは今度は大きく助走を取っています。人類最強 VS ロボット最強、これまで数々の相手をシャットアウトしてきたコージ君、しかしまさに今夜最強の挑戦者が現れました。前人未到の2球連続ゴールへ、達成なるんでしょうか。メッシ、どうするんやろ、どうする。Thank you.
したボールはもうコージ君のスピードをはるかに上回って右下に突き刺さっています。いやー素晴らしいですね。スピードコースともに完璧ですね。多分蹴り足、さらに驚くことはこちらをご覧ください。蹴り足1回目と2回目のボール比べても全く同じフォームなんですよ。なのに左右にボールを蹴り分けてるんです。一緒だ。これなかなかできないんですね。シュートフォームは一緒で、最後の足の当てるポイントだけ左右に蹴り分ける、これが世界ナンバーワンの実力ですよ。できるんですね。いやこれができるから神の子なんですよ、メッシは。この対決の緊張感から解き放たれてこの表情ですよ。メッシ喜び大爆発です。史上初です。コージ君から2球連続成功を奪いました。ということでメッシ VS ロボキーパーコージ君 PK 対決、史上初の2球連続成功を成し遂げたメッシ選手の完全勝利となりました。